タイトル言って俺挨拶するから、はい、なんか2秒待って、はい、オッケー。そんなんあるんですね。うん、そのしっかりしたいから、その。ああ、まあまあ、結構コラボしてますけど、初耳だ。西成で1万円使い切るまで帰れませーん。どうもクエス、ミサチマ、帰りましたじゃん、流しだよ、レッチャーナー、ウエルス、ミミックス、アナクス、オペロ、リンチョ、ダンモペロ、アイナンセクです。レイクレコラボ。2秒きちょかったんですよ。ということで今回は西成に遊び来させてもらったらいいですね。西成に来たらね、深呼吸とかしてほしいですね。ちょっとしていいですか、一回。悪いな、だいぶ喉の調子悪いです。あの西成、はい、結構ね、あのパーって見た感じね、うん、面白そうなお店だったり、はいはいはい、自販機とかもね、信じられない値段とかで売ってる。あれやばいよ。愉快な街なんでね。そう、本当に愉快だなということで、はい、まあ、なんかレイクレガーの1回なんか1万円やったでしょ。やりました、やりました。なんかその時なんか、あの普通失敗したって言ってた。何やれ聞いたことあります。あのほぼフィリピンなんですよ。あ、確かにね。めっちゃ安いから、ね、安すぎる。5人でやっぱ使い切れなかったから、9人ならもしかしたら。あ、そう、そう、言うのリベンジで、ちょっと西成で楽しく1万円をちょっと使っていこうじゃないかな。いいよ、すごい人生。お出しです。お願いします。それではやっていきましょう。おいしゃー。なんか大学ぐらい地球一周のポスターあんな。こっから人生変えたいの。ベスト飯じゃないの。あ、ベスト飯やすか。ありますよ、さっき言うてくださいよ。とりあえずお腹空いてるっしょ。いや、そうだ、そう、確かに。まあ、そうっすね。まずトップ4が最近潰れたんで。トップ4? トップ3じゃない。トップ4が最近潰れたんで。おい、ここめっちゃ良くない？ほら、4入るんす。ここで1回4でいくか。アリス、全然アリス。4に行く？オッケー、何件で行こう。課題。いや、負け。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 最初はグー。じゃんけん、ほい。あら、おかしい。あ、面白い。面白いんだけど。おいしょ。おいしょ。来たら、来たら。だから一緒。ではグー、じゃんけん、ほい。はい、これでしょ。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。ちょっとそれめっちゃ出てる。なんでやねん。なんでやねん。ご飯食えんねん。なんでですか。じゃあ、俺ら4人。はい。ちょうどよかった。2、2で。そうですね。ここで分かるよ。使っといて。オッケー、オッケー。俺ら、俺ら使っとった。はい。ニラレバ定食70。いいよ。あ、焼き飯セットで焼き飯セット。あ、これ餃子もプラス餃子付きで。あ、いいね。餃子と唐揚げと生中で。いいよ。ラーメンセット、鶏ガラスープ。マジで？おら、あ、いや、ほんまにあり。1人1000円使ったら確かに20円使ったら。あれやばいっすよ。20円円パチ。え、1000円やばい。これが西成なんだよな。うん、安く遊びに来れますね。レジ2500円。2500円。あんま靴似合ってねえな。靴は確かに靴似合ってねえな。あ、それはないわ。靴やなんかないって。靴やなんて。あれ履き物ってある。あれ、これどこ買ったら違う。小ラーメン、小チャーハン、そうだから軽くしない。山盛りです。山に盛ったけど、うまそう。めっちゃうまそう。うわ、いや、おいおいおい、タコか俺。いただきます。いただいてください。小林さん何頼むんですか。ニラレバ定食。ニラレバや。うまっ。ニラレバ定食や。ちょうどさ、さっきさ、チャーハンさ、食してるご主人見たんだけど、中華のレバって。めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。すっごい、めっちゃうまい。侍がうまいよ。なんか一気に西成感なくなりましたね。ちょっと面白い。全然いいっすよ。うまっ、うまっ。うわ、マジでうまい。餃子も、まあ、久しぶりに食ったこの中華麺タイプ。うん、中華、中華麺。餃子一個もらえる。あ、でもでもでも、もうこれこれ、あんまいらんないですよ、これ。そのね、そのコンボ。いっちゃん気持ちいいやつ。もう西成で死ねる。100円の鶏ガラスープ。
え、でもなんか思ってたよね、まあ、ね思ったより近いしてるって特別に日高屋より美味しいね日高屋日高屋知らない知らないえ熱烈中華食堂日高屋ないの日高屋ないの日高屋ないのえ、そうなんだ次、日高屋1万円やね日高屋1万円いいね何なんだろうなちょ、日高屋行こうじゃん東京来たらそうだねまさか高級ブランドかえ何ホテルあっいや、あるんですよ今、AK ホテルホテルに持ってきましたおっいいねいいねいいな100点やんベルベルベルだベルの、ちょっと待ってくださいベルのねうわぁニューホースモデルマジかベルのニューホースモデルやあ、売ってたわベル売ってんだよめっちゃいいやかなり高かったのそうなんですいくらで買われたの1300円え割と行ったベルで1300円割と行ったのダイエット成功する人ってめっちゃ信頼できるんですよねあ、なんかちゃんと成し遂げれるみたいなそうそうめっちゃしんどいじゃん絶対やんなきゃ信頼勝ち取らなきゃいやいや、ニックさんはそれでいいでもいやでもレイクラと初めて会った時から20キロぐらいになってるよえ、マジっすか痩せたわ逆に師匠、当初から25キロ落ちてきました今そばどんくらいなの良くないよ75、75、もう80近いコマヤさんからストゥーシー好きストゥーシー、まあ好き働いてたここ一番ファッションの地なのえぇーマジここから始まってるそうなんはい、これから始まってますこれ、でも確かにストゥーシーで読むんかこれを見たストゥーシーの人がそうなんだこっからインスパイアみたいなこれストゥーシーじゃなくて木マンボガペじゃないあれですよ木マンボガペこれ見て木マンボガペってガペがストゥーシーちゃうやんガペねこれガペですガペですぶつかられます。ああ、容赦ない。上げなかったですか皆さん。上げなかった。奇跡ですね。ぶつかられます。容赦ない。はい。あ、食べ歩き的なのもある。そうそう。確かに。あ、でも確かに。安い。とんかつ200円。安く。白身フライも。コロッケ40円。え？白身フライと白身フライ2つとコンカツハンバーグいいね3000円ぐらいですかまあ結果を見ときましょうか確かに結構お腹いっぱい正直もう折り返しまで来てると思いますそうだよ620円この量でコンカツ200円ぐらいですかでも820円素人の金稼いだら西成来ようかな一生暮らせるの確かに一生暮らせる一生暮らせるあ、すいませんえいつものあのヤバいソースもいや、ないやろあ、ないヤバすぎるソース見たことないソース大量ガムシロみたいなガムシロやん大量買いのガムシロこれそんなんすげえ衛星どこ行ってん衛星西成の渡し方ねソースかけますねめっちゃ吸いますよね普通にもすごいてかソース匂っていいですか一回やばいやばいベロがいつも頼んでるやばいソースいただきますハンバーグちょっとどうめっちゃうまいんやけどえぇマジ揚げたつやんじゃあ俺メンチカツ食っていいですかいただきまーす食べ食べてハンバーグ楽しみだねうんそんなビビんなうまい。ええ。うまい。ちょっと待って、ちょっと待って。メンチカツバリうまい。ええ。え、ちなみにコンビニのホットスナックよりうまい。じゃ白身からしたら。そのレベル。絶対うまいもん。あ、まあ普通。ええ。ごめんごめん。なんか食べた。まあ普通は一番やからね。放置されすぎてた。卵ね。食べちゃ。これ2年前も来てんけど、本作もあったわこれ。マジ？2年前。この日作ってるから。2年間されてる。ちょっと待って結構硬くない？しっかりしてるわ。さあ俺だどうぞ。いきます。どう？え？
最悪の食レポ食レポ最悪。ガチガチガチ逆に食いたいよ、ほんま。だって無言で首かしげるが最低。最低だね、箸で飽きねえ。箸で飽きねえ。何ごぼてんこれ。え、嘘やろ。いや、その密度がね、すごいんじゃない。ぎゅうぎゅうやから。あ、いただきます。うまいで、うまいんかい。あ、いや、好きなタイプこれ。あのこれ関東と関西あるかもしれない。いや、まあ、こういうよ。そうだよね。だってこれさ、結構お腹くるくない、まあ、今の800円結構ええ感じやな。ごちそうさまです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 。おう。あ、けどちょっと喉かいたからジュース買おう。あ、そうだね。あれこれ飲もうかな。やめとき。ジャンパケ飲みますか。うわ、ジャンパケ飲みます。ベストゲーム。うわー、キュー。じゃんけんぽい。はい、行こうでしょ。はい、行こうでしょ。はい、行こうでしょ。よっしゃー。やったー、やったー、やったー。おかしいな。いや、でもそんなんここでおかしなるもんないよ、そんな。でも甘い、辛い、苦い、わからない。いやね。こう、こうあるわけやん。表面見せ、表面。こうあるわけやん。赤いんや。怪しい。え、これ50円やで。赤まぶし。赤まぶし。いっちゃって。いただきます。あー、なるほど。よくあるなんか性欲剤みたいな。そう、みたいな。いきます。あ、いくね。一気。うわ、いった、いった、こいついった。オロナミンCみたいにいった。え、トモヤ、どうした、大丈夫。なになに、もうクマンボ買って。5時半まで登ってやばい。短い方だけど、俺は。これだけ。いや、俺だけ。俺全然8時とか9時前飲んだっすよ。なんもなければですね。撮影あるから帰ったくらい。あ、来た。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。よっしゃ、ごちそうさまでした。合流してきた。いやうまかった。美味しかった。うまかったね。これはうまかった。最高の時間ってことは、あれ終わったっぽいっすか。ガスラン、ガスラン食いました。バリバリだね。もう胸焼けがすごい。俺ら一回一旦ね、4200円。一本食べて飲んで。そうっすね、最高。これはいいね。僕らがですね、2170円。そう。あ、いや、そのくらいがいい。だ、取ってから。最後は3000円です。オッケー。いや、俺らも回っとくから。あと3000ちょいね。というわけで、唐揚げが来ました。こんな感じやね。唐揚げ。こんなんね。意外と量あんのよな。まあな、確かに。いただきます。はい。普通にうまい店やん、ここ。あ、そうなんや。うまいよね。なんだっけ。どうしたどうした。なんだっけ。なになに、なんか出そうやな。出てこねえ、あの、スーシーみたいな。スーシーみたいな。あ、モクマンボガペね。あ、モクマンボガペね。もうモクマンボガペ。いいや、いいや。もう言えてる。弱すぎんね。モクマンボガペ。うん。あれから出てる。おお、すげえな。おお。お酒強いな。はい。ゆえみでくれ、乾杯。おー。シンプルで押し通すだろ。はーい。
トマトや。いただきます。いただきます。これホルモン食います？もう食っちゃおうやん。うまいね。うまっ。飛んじゃう飛んじゃう。クラクラしすぎた。飛んでるな。うまっ。うますぎる。なんやこれ。え、鶏ホルモンうまっ。え、ウニって早い者勝ちってこと？ほらいい。うまっ。あいつらにも食わし上げたかったな、うん、ほんまに。聞いてるかお前ら。死んでへんで。浮かばれるよな。死んでない。大丈夫か。うん、まっ。うわ、あ、グルメ細胞活性化されますわ。え、フリーパンチ打っちゃう？打っちゃいます。美食会に行ったります。すいません。え、酔った。え、酔っ払った。ほら、下手な YouTube。 顔真っ赤だった。え、いや、顔真っ赤やけど。下手やわ。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。5,790円です。お前さん、足りなかったやつだ。ええ5,000来た。ドボンや。ドボン。待って待って。1万円達成。やったぜ。しっかり1万円を超えさせて。しゃー。しゃーです。ありがとうございます。いや、よかった。リベンジできてよかった。確かによかった。いや、本当に美味しかった。美味しかったね、最後の。でも、ちょっと2人犠牲にしないと達成できなかった。確かに、確かに。西成りは本当ご覧くなってるけどね。そうですね、しかりね。モクマンゴカフェ、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 モクマンゴカフェ。モクマンゴって何ですか。すいません、生ビール1つでお願いします。お願いします。もう一回やろうか。めっちゃ好きやん。弱いのにめっちゃ好きやん。いきまーす。はい。モクマンボガペ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 。モクマンボ。西成っぽいところもあったし、なんか西成っぽくない、こんなとこもあんだって逆に新しい。確かにありましたね。やっぱ印象も変わりましたし、西成でウニ食えんだと思った。本当に楽しかったんで。ありがとうございます。テレグラの方でも動画上がってますんで、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ということで本当に今日は1万円達成ありがとう。ありがとうございます。ええ町は、ありがとうございます。あいつら俺のことは俺らを見てる。タカシやな、完全に。あいつら全員気じらしてる。いけんのか。いける。上空やいける。ダメだ。ダメだ。能力失った少年やん。能力失った少年みたい、やめて。何してんの。地面の方がいいんだね。地面じゃないと無理。ちょっとジャンプしたらいけんじゃん。高めに音が届いてないかも。チャンネル登録ボタンを。押せ。全部食べ終わりました。とりあえずね、唐揚げと餃子と、で、俺がビール2杯飲んで、謎に飲んでたな。で、合計が2500円。はい、2500円。いやおもろかったわ。おもろかったな。動画止まってからが話、止まってからの話がおもろかった。言ってます。いや、一気きつかったわ。あの謎のね、何ゲームやっけ、何ゲームやっけ。モクマンボカフェ。一生覚えられない。一生。